これをずっと1本こう抜いていきます。右手は動いてません、左手が回っています。はい、こんにちは、礼儀の会です。どうも。今日はですね、キュウリの螺旋向きというのをお見せしたいと思います。でこのキュウリはですね、なるべくまっすぐなものをなるべく選んでいただくと剥きやすいかと思います。でこのキュウリはですね、あらかじめ、塩で板ずりをして磨いてあります。では早速剥いていきたいと思います。ポイントはですね、キュウリに対して包丁をなるべく垂直に当てるということですね。こういうことですね。で、少し肘を上げる、目線の高さまでキュウリを上げてくる。あまり下ですとこうなりますと螺旋がですね、こう斜めになってしまうので、あまり見栄えが良くなくなってしまうので、なるべく肘を上げてこれを剥いていくと。でこれがですね、剥くという感、まあ剥くことなんですが、剥いて剥がしていくという感覚で剥いていきます。ではなんか和食さんでこうあまり使うのはちょっと珍しいかもしれないですね。これ割と洋食さんの技術なので、これがですね、包丁を立てれば立てるほど細く剥けます。寝かせば寝かすほど厚く剥けます。音が聞こえるでしょうか。これな、剥がしていってるんですね、キュウリの皮を。こういうことですね。これをずっと1本こう剥いていきます。右手は動いてません、左手が回っています。最後の方はですね、ちょっとこう剥きづらいので一回これを剥がしてもらって返します。で今度また同じようにここから人差し指をキュウリに対して平行に置いておくと、キュウリが曲がりづらいので、あまりこういうふうに握ってしまうと折れてしまうことがあるんですね。なのでキュウリに指を添えて剥き剥がしていくと、こういうことですね。でもこれが剥けましたらですね、ちょっとまあ応用なんですが、これを、まあ、これなりに包丁していただいてて、こうしていただくとこのようにずらすと、ちょっとした、まあ、簡単な市松なんかもできますので、割とお刺身のつまだったり台だったりっていう形に持っていけると思います。彫刻刀でこうずっと向いてるとなかなか時間もかかって難しいので、こういうやり方もあるというのを覚えていただければと思います。あとはですね、あまりお刺身で使い切れなかったなっていう時は、まあ、ホテル、旅館さん、飲食店さんなんかでサラダなんかあるときに乱切りにしてもらうと、まあ、これだけでも散らすだけでもだいぶ見栄えもよろしいんではないかと思います。いかがでしたでしょうか。ではこれでキュウリの螺旋向き終わりたいと思います。ありがとうございます。Come and fly away with me.